金谷小学校の新校舎は地上3階建てのコの字型校舎です。これは朝の眺めで東側から朝日が当たっています。北側へ回っていきましょう。校舎1階の外壁を彩る青いモザイクタイルは淀川や天の川の流れを表しています。2、3階は落ち着きのある色調とし、近隣の大学や町並みと調和します。校舎を西側斜面の裾から見上げると、天の川テラスと称する展望テラスが枚方台地と郡丘陵の間を流れる天の川のように校舎を分接します。また既存の桜を保存し、更新木も新たに設けることで金谷桜の風景を継承しています。峠航路は金谷桜から正門まで桜の景観が連なる桜の峠航路となります。子どもたちは登校するとまず四季のエントランスを通ります。ここでは桜を中心に開花時期が異なったり、紅葉する樹木を植え、四季の移ろいが感じられる自然豊かなエントランス空間を演出します。正門脇には入学式のための桜のフォトスポットがあります。正門をくぐると金谷っ子広場と称する中庭があります。起伏のある芝生の築山や一輪車や竹馬ができる舗装スペースがあり、運動場とは異なる遊び場とすることで子どもたちの安全性を確保します。玄関から下足室を通り、正面はオープンな職員室です。エントランスホールの左手は運動場への昇降口、ホールを抜けてすぐ右手にはエレベーターがあります。また右手には統合校両校の校歌や卒業制作といったメモリーの展示を行います。金谷ミュージアムでは統合校の歴史や地域の歴史を学べる展示を行います。校舎にある4つの階段はそれぞれ異なる色とモチーフが決まっており、子どもたちはどの階段を使って移動するのか分かりやすくなっています。ここは地域の方も利用できる菊階段です。菊階段を上がった左手に体育館があります。上靴を廊下の靴棚で履き替えて体育館に入ります。体育館はバレーボールができる天井高とバスケットボールコートが2面取れる広さがあります。災害時は体育館直下にあるルス家庭児童会室や家庭科室などとともに避難所として機能します。支援学級エリアには医療的ケア時にも対応可能な水回りを備えた教室のほか、6学級分の教室と通級指導教室が2室あります。通常の学級エリアと近く、行き来がしやすい位置に計画しています。通常の学級エリアです。3学級分の教室と多目的室1室、オープンスペース、マルチファンクションコアで1学年のユニットが構成されています。廊下の代わりに教室間をつなぐオープンスペースは、教室の間仕切りを開けることで学習空間を教室外に広げ、さまざまな規模でのグループ学習や活動ができます。多目的室の隣にはマルチファンクションコアという小さな部屋があります。ここは個別指導やクールダウン、着替えなどに使うことができます。学年ユニットには手洗いを各所に設け、意識的に手洗いをする習慣が身につきます。2階の廊下から天の川テラスに出ることができます。ここではプランターを使った栽培学習ができます。
またテラスからは北摂山系と淀川を望む景色を一望できます。